もっと沖縄が好きになる。この番組は沖縄の隠れたおすすめスポットを紹介する沖縄クリップがお届けします。今回は沖縄本島中部北中城村の美味しいパン屋さんをご紹介します。那覇空港から車でおよそ40分、沖縄本島中部にある緑豊かな健康長寿の町、北中城村。まずはじめに紹介するのは、細い道をくねくねと進んだ先にひっそりと佇むパン屋さん、常盤屋。香ばしいパンの香りでいっぱいの店内には、ハード系のパンを中心に店主こだわりのパンが並んでいます。店主の常盤さんは有名店で修業をした後、2016年に自身のお店をオープンさせました。こだわりの一つは、野菜から起こした自然酵母を使用すること。パンを膨らませる源となる酵母、常盤屋では自家製の酵母をパン生地に入れてこね上げて、一晩かけて発酵させています。そうすることで味に奥行きが生まれ、小麦そのものの旨味や甘さが感じられるとのこと。そして一番のこだわりが、手作りしたというオリジナルの石窯を使って薪火でパンを焼くことです。石が出す遠赤外線の力と余熱で、パンの内側から熱が通り、電気・ガスオーブンに比べて高温・短時間で焼き上がるため、外はカリッと香ばしく、内側は水分を保ったまま、ふっくらもっちりとした仕上がりになります。店主一押しのカンパーニュは、噛むほどに広がる素朴な味が癖になる一品。石窯の環境によって焼き上がりの表情を変えるパン、その日のベストを出せるよう店主常盤さんは邁進しています。作り手の思いが感じられる常盤屋のパン、記憶にしっかり刻まれる美味しさを、あなたも一度体験してみませんか？続いてやってきたのは、ベーカリーカフェことのわ。コンセプトは、子供が食べても安心なパン。素材にこだわることのわでは、リンゴの果汁で起こした自家製の天然酵母を使用し、体が喜ぶようなパンを提供しています。そんなパン作りに励んでいるのは亀山さんご夫妻。5人のお子さんを育てながらお店を切り盛りしています。パンを焼き始めた当時、食の細い長女に何かしら食べてもらいたいと、人参パンや豆腐パンなど栄養たっぷりのパンを作り始めたことがパン作りのきっかけでした。そんな中、一番食べてくれたのが、今では看板メニューのかぼちゃのパンでした。蒸したかぼちゃと小麦粉を同量生地に練り込んだかぼちゃのパンは、
まるでかぼちゃを食べているような濃厚な旨味ともちもち感が楽しめます。あんこの甘さとバターの滑らかさがかぼちゃの風味を引き立てる、ことのは人気ナンバーワンのメニューです。その他、店頭に並ぶおよそ20種類ものパンすべてが天然酵母で、体のことを考えて作られた優しいパン。もともと福祉施設で働いていた経験を持つ亀山ご夫妻、カフェスペースでは週に一度産後ケア事業などを実施したり、フードバンクを行ったりなどして、困っている時に誰かとつながれる場所を提供できるお店を目指しているそうです。優しさあふれる愛情いっぱいのパンをぜひご賞味ください。ベーカリーカフェことのわから車でおよそ1分、おしゃれな外観のパン屋さんを見つけました。2023年7月にオープンしたばかりのアイエンベーカリー。もともと築60年のオフベースハウスだった家をフルリノベーション。コンクリート打ちっぱなしの内観は現代的でスタイリッシュな空間になっています。店内には購入したパンを持ち込むことのできるイートインルーム、イベントを開催するためのポップアップルームがあり、外には長いベンチが設置されたテラスもあります。公園で過ごすような時間が提供できたらと、パン屋さんという概念にとらわれない新しく楽しい空間を演出しています。陳列棚に並ぶパンはおよそ30種類、すぐに食べられるお惣菜パンを中心に、ベーグル、塩バターパン、シナモンロールなどバラエティ豊かなパンが並び、あれもこれもと目移りしてしまいます。さらにパンと一緒に味わうエスプレッソドリンクはどれも相性抜群。その他、自家製チャイ、季節のフルーツを使った酵素ジュースなど、沖縄を感じられるオリジナルドリンクも大人気。癒しとワクワクの空間を提供するアイエンベーカリー、お腹も心も満たしてくれる最高のひとときをお過ごしください。